はいどうも、セブンナイツおじさんです。セブンナイツ実況やっていきたいと思います。セブンナイツ、アリーナ実況なんですけども、ゴールドがね、結構、減ってるのは、パスカルを育てたからです。あとは、レイチェルか。育てたからです。で、パスカルは今、実験中ですね。まだレベル34。で、レイチェルは36。とりあえず、まあ、それでね、パスカル1バックの、工場戦をね、やっていこうかなと思っております。で、アリーナなんですけども、もうほんとね、瞑想中。ほんと瞑想中です、今。もう、何をね、どうするか。もう結局、行き着くところは、上位の方の真似をすることですかね。で、とりあえずね、シンゴリンさんの真似をしようかなと思って、今、イチゴ外して、またルディを入れたという状態です。で、覚醒防具が、前、ルディ入れてた時と比べると変わってるのは、覚醒防具をね、1個、作っているっていうところですかね。があるので、まあ、それをね、孫悟空に、つけて、孫悟空、覚醒武器1個と覚醒防具2つ。で、1ポイント、9600くらいかな？うん、そうだね。に持ってったって感じですね。で、まだまだなんですよ。ちょっと、宝石もね、吸血からクリティカル率に変えて、ここの絵のパッシブで 100% 超えるように、設定し直したりとか、まあ本当にリンのままでいいのかとかも悩んだりもしてるんですけど、とりあえずまあリンに変わるキャラはいないなというところで、まあリンの宝石もねまだ途中なんで、まあ鍛えていかなきゃなっていうところですかね。でルディ、ルディは吸血をもつけたまんまにしてます。結構やっぱりね、最後まで生き残るんで、最後まで生き残ったところで、まあ、少しでも吸血してね、耐え忍ぶ役割を持ってもらおうかな、ということで、クリティカル率とダメージ率。ちょっとね、ここもダメージ量のね、星6を作んないといけないんですけど。で、防具に、アニバーサリースーツ。で、敏捷で、今までは防御の、リング、イヤリングつけてたんですけど、麻痺のね、免疫だけはつけとこうかなと。まあ、大体カルマがね、タイラン斬撃撃ってくるところからスタートすることが、守ってる側だとね、多いんで。あと、ルディを入れることで先手取れなくなるんで、ほぼ先手取れないんで、なので、まあ、状態以上の体勢持っとかないと、まあ、ルディが手を倒してくれない。っていうことになるんで。であと相手にルディが行った時に、ルディは役に立つと。高人権で相手のルディのね、パッシブ減らしてくれたりとか、するので。まあもうこの編成でしばらくは行こうかなと思ってます。まあ結構紆余曲折こう悩んでて、リンを両方に変えたり、イチゴを両方に変えたり、いろいろやってたら、マスターに上がって12、3敗したかな。うん。勝率あっという間に 70% まで落ちましたね。まだ、木曜日だっていうのに。こんなんで大丈夫かっていう。今週 50% 割るんじゃねえかっていうぐらいの、まあ、状態なんですけども。まあ、その時はその時だと。いうふうに思って、やっていこうかなと思います。まあ、ちょっと、今週は自分のパーティーの限界を探るっていうところにね、まあ、チャレンジしてみようかなと。まあ、自分に負荷かけていこうかなと思っておりますんで、皆さんね、ぜひお付き合いください。はい。じゃあ行きましょう。陣形だよね。陣形をこっから先上げていかないと、せめて40まで上げたいよね。ちょっと生放送やってないんでね、生放送やって、また、上げていきたいところですけど。これ、回数免疫のやつにこうやってね、当ててくれないと、
構クリティカルが多いってことですかね。あちゃちゃちゃ。こういうの多いんですよ。4体攻撃がなぜか孫悟空に当たるっていう。こっちもなんかテオに当たったね。これで免疫剥がしで、免疫剥がしをな、孫悟空の分身術でやるのはすげえもったいないよな。まあでも結果オーライな感じか。竜帝の審判か、タイラン斬撃。あれちょっとルーディあ、でもこれで流行性が残ったから、助かったな。ちょっとなんとか、スキルの流れを勝ち取りましたね。あ、麻痺だ。よし。危ねえ。最初の一発はちょっと嫌な流れでしたけどね。オッケー。じゃあ次。ヨシッシーさん、対戦よろしくお願いします。リーダーがね、自分のカルマ使ってる人もいるんで、なかなか変えられないんですけど、ジャックをとかにしたいんですよね。本当のところ言うと。あとはこの早めの竜帝の審判がね、辛いね。まあまだバランス陣形だったからよかったけど。テオに当たれ。当たった。いいぞ、高陣形いいぞ。出た、絶望。ダメージを出ればいいけど、こういうことが起こるからな。おぉ、俺の、まあ向こうに孫悟空いないからいいか。孫悟空いる場合はな、かなり怖いことになる。ヒットミル9000もあんのにな。なんか一番ダメージ受けてるじゃん。バグ剥がし、結構されてんな。ここの絵が麻痺してて、孫悟空がこれで倒れて、これはもう負けたかな。これひどすぎるだろう、流れが。バフ剥がしもできないっていう。殴る攻撃もカルマの免疫のまま。これラッキーか。ラッキー。危ねえ。こういうラッキーもあるんだね。ゼロペカさん、対戦よろしくお願いします。テオか、ずっとテオだな。でもまあ、テオに勝ててるってことは、まあいいことだよね。今度レイチェルがおるのか。反撃率めっちゃ上げてきてる。
おお、もうカイザーフェニックス。あ、俺のここの減少免疫ついてた。きついな。リンが使い物にならないってことだ。カルマも何もしないでこうなっちゃうとな。ただでさえバフ剥がしの数減ってるからね。全体バフ剥がしの数がね。さあ、これがこの後どうなる。うん、如意棒が、この後は如意棒がいい。よし、ナイス。あ、でも倒せない。うおー、マジか。手を如意棒で倒せない。ワンバックなのに。厳しいね、なかなか。スーパードーン、ゴールデンテイガー。硬いね、なんでこんな硬いんだ。こっちに攻撃パッシブがいないからだから。そうなるよね。これは負けたかな。ルディが耐えられないよね、さすがにこのヒットポイント。通常攻撃入るかな。入れば少しは吸血で回復できるんだけど。孫悟空が時間稼いでくれて、吸血。よかった、反撃とか来なくて。やばいやばいやばい。やばい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 。攻撃経験、オッケー。よし。さっきの一発の吸血が勝ちを拾ったね。今んとこテオに3連勝ですね。悪くないね。悪くないね。これを叩き上げていけば。まだ、リンが、ルーン、防御力のルーン、貫突じゃないのと、あと、ルディもね、防御力ルーン貫突じゃないんですよ。で、あと宝石だよね。で、あと覚醒武器、覚醒を、次は、どうするかだよな。ここ、カルマの防具かな？次は。あらららら。カルマを今度長生きさせられるようにするのと、するのが大事かなと。で、カルマにやっぱり対乱斬撃打たせないと負けるよね。まあ、絶望の豪華打っても全然いいんだけど、あの、対乱斬撃をカルマが打たない試合は、まあ、ほぼ負けるよね。まあ、これはもうなんか、ほぼ間違いないかなと。で、ツイッターでね、ボンブリさんとか、ウンバムさんとかが、つぶやいてんのをちょろっと見たときに、まあ、今は、昔と違って運ゲーだと。昔は課金すればするほど、強くなる実感があったんだけど、今は、運ゲーだと。
レベル32のカルマに、貫突のカルマが負けた時に、それをすごく感じたみたいな話をされてたんですよ。で、まあ、俺もそうだなっていうふうに思って、まあ結局カルマの、この絶望の効果と、タイラン斬撃のスキルの差が激しいんですよね。タイラン斬撃、絶望の効果を打って、その絶望の効果の結末が、チームのマイナスになることが本当多い。こちら側が与えたときはマイナス、こっちにとってマイナスになって、相手から食らうときは自分のマイナス。だからどっちにしろ自分のマイナスなんですよ。だから結局、この石化が、まあ、どう転ぶかで、勝ち負けが転んでんじゃないかなっていうのを、まあ、すごい思うんですよね。だこれは、俺絶対運営のミスだなと思います。うん。こんなつまんない、アリーナを作り上げたのは、まあ、運営だと思うんで。なので、まあ、これを打開するのは、まあ、どうやってやるのかなっていうのは、まあ、すごい楽しみではありますよね。もう現状、アリーナで勝つには、カルマを生かさないといけないんですよね、もう。カルマを長生きさせて、タイラン斬撃を打たせる、しかない。あー、カルマ。言ったそばから。一応ね、ルディには石化がついてる。あ、ルディじゃね。ここの絵には石化ついてるんですよね。パッシブが消えると困るから。もうね、これ、お決まりなんですよね。スキル使ってないやつからこう、状態異常にかかっていくのが。なかなかやってくれますよ、ほんと。まあでもこれ手を倒したから、まあ勝ったんじゃないかな。この分身術で、まず、メリオダスが倒れるでしょ？多分スキルがなくなると思うんですよ。お互いに。だからターン経過して、通常攻撃が通るようになって、あれ？ちょっと想像と違ったな。危ねえ。まあね、アタッカーを倒せばほぼ勝ちになるのは、てか全部テオだったな。まあそれだけテオが多いってことですよね。まあでもそれを5連勝できたんだから、まあ、このパーティーで今はいいと。で、宝石を付け直して、今、初めて5000やったんで、なので、この状態で OK ということですね。ちょっとまあ、参考までに。まあ、ここの絵がクリダメ、クリティカル、ダメージ量。で、カルマが、ダメージをブロック、クリティカル。リンが、ダメージ量、クリティカル率、クリダメ。うん。まあ、これ、できれば思考宝石の方がいいと思いますけどね。クリ率とかは。
うん。で、孫悟空も、クリダメ、クリ率、ダメージ量。これ、悩んでるんですけどね。リンが持ってるやつと取り替えるかどうかとかね。まあ、でもこれでも 100% なんで、まあ、とりあえずいいかなっていうとこですかね。リンがクリティカル出してくれる方がいいかなっていう。で、ルディが、クリティカル率、吸血、ダメージ量と。ですね。通常攻撃でクリティカル出して吸血できたら、さっきみたいにね、96とか回復したりとかできるんで、それはでかいんでね、さっきも見ていただいた通り、守護領域使った時にね、テオからの攻撃が96、96っていう風になってたんで、その一発を耐え忍ぶことができればね、まあ、勝ちにつながるということを見れたんで、まあ僕は満足です。あとは、まあルディはとりあえず一ポイントはこれでいいのかなっていうことですね。あとは、やるとすれば、PVP 上げるってことですよね。これ PVP が低いから、弱いんだと思うんで。これ PVP 上げれば、もうちょっと強くなるんで。これは PVP が上がってないのは、あと9エモかな。うん。これも悪霊ナクスでやんないと、どっち優先なのかがちょっとね、宝石なのか、悪霊ナクスなのか、ちょっと悩んでるところなんですけど。悪霊ナクスも簡単なんで、まあ、1時間で、3つか4つぐらいは、宝石、アクセサリー取れるんで、悪霊ナクスは、精鋭降臨だっけ。精鋭降臨か。精鋭降臨だから、チケットが、精鋭降臨チケットの、が66枚あるから、33時間分ぐらい開けるんで、まあ、それでもまだ全部消化しきれないと思うんですよね。あと、もうそもそも悪霊のアクセ毎日のように、あるんで、まあ、それをやればいいんじゃないかなと。明日も12時から1時あるんで、明日はちょっとやろっかな。久しぶりにやろっかなと思います。はい。明日っていうか今日か。はい。まあもうこの動画上がる頃にはもう終わってますけど。はい。こんな感じで毎日ね、今僕の中のミッションは悪霊のアクセで、アクセの、素材を手に入れることと、あとはリーヤ救出戦でリーヤゲットして、カルマの防具拡張をするっていうこと。で、もう一個が宝石ですかね。リーヤ久しぶりだな。まあ、そんな感じですかね。はい。というわけで、まだまだ、伸びしろだらけのルール化ですが、まだまだ雑魚なんでね、これから、本当に200以内の常連になりたいって言ったの多分12月後半とかから1月にかけて言ってたと思うんですけど、どんどん遠のいていくんでね、本当どんどん弱くなってるなっていうところがね、まあ本当苦しいんですけど、頑張っていきたいなと思いますんで、これからも応援のほどよろしくお願いします。というわけでご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。